マイクロシステムインテグレーション研究所では、搾乳した生乳から乳房炎の原因菌をいち早く発見し、その種類を特定できる牛バイタルセンサーを開発しました。このセンサーによりきめ細やかな乳牛の管理ができ、乳房炎による損失を防ぐことができます。乳房炎とは乳牛の乳房の細菌感染症であり、乳量品質の低下、治療廃用などで損失は日米で年間3000億円と推定されています。適切な対処法が原因菌によって異なり、画一的な対策がありません。また対処の遅れで感染が拡大し、損失を増大させることもあります。現在、乳房炎の原因菌特定には生乳を培養する方法で検査が行われています。また乳質検査では農場へのセンサーの導入が進んでいますが、原因菌を特定できるものはありません。牛バイタルセンサーは農場で手軽に用いることができる乳房炎の原因菌を特定できるセンサーです。牛バイタルセンサーの大きな特徴は、原因菌の特定が迅速にできることです。現在の培養検査では原因菌の特定に少なくとも1日以上の時間が必要ですが、牛バイタルセンサーではわずか15分、症状の進行や感染の拡大を防ぎ、適切な治療を迅速に施すことができます。それでは牛バイタルセンサーによる原因菌特定の様子を見てみましょう。検査チップは農場での簡単な測定を実現するため、牛乳が検出部へ自発的に流れる自己送液機構と病原菌を識別する抗体アレイを一体化しています。そしてここで牛乳中の菌が放出する特徴的な抗原を抗原抗体反応で識別し、抗原の結合による屈折率変化を表面プラズモン共鳴センサーで検出することにより、乳房炎の原因菌の種類を特定しています。今後は牛バイタルセンサーの実証実験を行うとともに、ユーザーとの関係を構築し、国内外で事業展開を進めていく予定です。